なかなかスコスコ行く、本当にスコスコだな。ああ、日曜日の夜だ、こんなもんだ。ああ、嫌だ。よし、着いた。いや、最後の希望を託して大統領を買いに行って、きっと多分ハンバーグ食べて終えそうだけど。じゃあ中行きましょう。さあ、ということでね、寄ってきましたけど、まあ予想通り残念ながら大統領は売っておらず、最後はね、はい、うん、まあいろいろとね、まあ道中仲違いも生まれ大変なことがありましたが、はい、ね、ドクターペッパー、ね、で大きく意見が割れたり、今はねここのプラントの中では、なんだったっけ、キツネそばと天ぷらうどん、あれは、いるんだと思った、正直。俺も、そっか、天ぷらうどん、ああ、きつねそば派なんているんかってね、正直。でしょ、はい、それも、天ぷらうどん、え、きつねうどんって、きつねがあるからかろうじてうどんを食べてあげてる感があるのに、うん、ってなったけど。いや、刻みお揚げまではいい。あんな、はんぺんみたいなでっかいのじゃない。いやいや、どでかい弱気が乗ってるからこそのどん兵衛や。だから知ってる、なんであの、さっき途中でさ、お揚げだけのやつ売っとったの買ったやん。そりゃそばに乗せるためですよ。きつねそばにするためでございますよ。いやー。まあ、きつねうどんも食うけどね。うん。うどん安いの売っとるから、うどんでも食べるけど、そりゃやっぱし、ね。いや、でも天ぷらうどんはメジャーでしょ。いや、メジャーじゃないから売ってないじゃん。いやメジャーは天ぷらそばとキツネうどんなのよ。うん、納得がいきません。俺は俺で、なぜキツネそばがないのかって、いつもこれどっかの動画でも、だからキツネそばを食べるだけの動画って過去に撮ってるんで、探してもらったらあると思うんですけど、うん、北海道限定で売ってたどん兵衛のあのきつねそばっていうのがあって、それが北海道フェスで売っとって、思わずバーッと買ってしまって、うん、まあ、そんなことありましたけど、お互いね、はい、今、好きなうまい棒 でね、意見を合わせて、見事コンポタージュ味でね揃ったんで、これで仲良く中止になろうと。いや、すごいやんね、11、あの、今にもあの戦争が起きそうなね、内部分裂でね、スターステールがとんでもないことになりそうだったところ、この11円のうまい棒がですよ。12円です。いや、ここで11円。あ、税込み11円。ああ。税込み11円にやったんで。はい。プラント最近安いです。うん、このうまい棒でね、仲良くなって、無事家に帰れるようです。っていう締めにして、今日の動画は何なんだろう、結局何、もう多分サブちゃんだろうね。こんだけグダグダはサブちゃんだよね。だって、ね、メインでさ、盛り上がるようなところあった。ここ。うまっ。うん。まあ、やっぱ、いいね。なんだら、プラントに来たら JJ バーガー食おうと思ったらちょうどもう閉まった後だったっていうね、うん、お決まったりするんですけど、まあちなみにもしねこれをねご覧の方でね、四日市から西側の方でね、まあ三重県、滋賀とかねあたりでね住んでいらっしゃる方でね、ここで大統領のタレ売っとるぜっていう情報がありましたらね、ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。うん、いや、また貝塚行って買いに行ってもいいんだけどね、あそこのあのおばあちゃんもめちゃくちゃ元気だったでね、
すごいよ。だって、うん、初めてコロッケを作った時は、うん、1個 1.5 円やったかな、うん、1個 1.5 円、うん、コロッケが、うん、宣伝の話みたいに、うんうん、だってあのでおいくつですかって聞いたら90、当時で91や90とか言っとったで、うん、ってなって、うん、で16か17で嫁いで、うん、からずっとコロッケ作っとるっていう、うんうん、お店の名前がね、岩井精肉店さんって言ってね、うん、犬鳴き豚っていうのを売ってる、あの、うん、精肉、本当にお前言う町のお肉屋さん、うんうん、あれも普通にしとったら多分俺も行かんかったんやろうけど、うん、道間違えて道に迷ってめっちゃ細い道に入り込んだら、うん、コロッケ売ってますって上りがあったら行ってみたら、うん、そんな感じのところで、うんうん、どうぞどうぞ、うん、な素敵なとこまで、まあ、またそこに行ってね、大統領の種を買いに行くっていう企画もありだしね、うんうん、そうだね、もうちょっと遠いとこ行きたい、遠いとこ行きたいね、うん、朝から行くならね、いくらなんでも鈴鹿でこたこたし続けた、まあ仕方ないじゃんけんだから、まあ、しゃあないねんけどね、うん、あそういえばどうしようかな、あまあ今後あのあれだね、あの改善の余地は考えろ、うん、なんか個人的に行きたいとこあるのよ、何あの岐阜のレトロミュージアム、前一回言ったと思って、レトロミュージアムって何だったっけ、山形市にある昭和のあのゲーセンのゲーム機とか自販機とかが並んでるレトロなミュージアム、あれ言っとったのキッシーさん言ったっけ、あれ誰か言ってるよ、うん、あじゃあ自分じゃない誰かかもしれんけど、うちのメンバーで一人行ったやついるわ、うん、確かブラクロが行ってたと思う、ブラクロさんがめちゃくちゃ行きたい、うん、うん、あの自分が運転してもいいから本当にあの行くよ、行って怖いなあ、でも言うて高度やもんね、ああ、うん、高度、あ山形市だからそっか、岐阜、岐阜からちょっと上行ったとこやから、そうちょっと上だもんね、あそこ郡上八幡の上か、あそこまで行かない、え馬で行かんか、うん、郡上まで行かないから、ね、郡上まで行かんか、うん、じゃあでもこの時期になだと、うん、あれだね、雪だね、うん、そうなんでね、うん、じゃあスタートですよ、買え まだ大丈夫と思う、いや、岐阜は岐阜の山形は買えとかんといかんて、だって高速凍結するべ、高速乗らないならいいじゃない、下道で行ける、あの、カメラ渡しとくで自分で撮った子や、なんそういうとこ高速が割といたわない派なんだ、いや、あの普段なん結構下道使う方よ、うん、この前岡崎も下道行っとったけどさ、うん、岐阜ならいける、もうね岐阜のちょっと上だもん、山形ではダメだって、山形は使わなきゃあかんって、あーでも堤防使っていやかかるべ、そうかな、いや意外と大丈夫、ちょっと走りながらちょっと軌道しよう、そんな感じ、はい、夕飯も食いたいしね、言うて、あそうだね、煮出すかどっかで ね食いたいね、せっかくこっちに来たからなんか食いたいよね、結構言うて散財してるからまあまあ使ってるんだけど、うん、ゆうぺいとかいうところないかな、うん、疲れた、基本的にラーメンなんだけど、うん、あちなみにもう夜暗いからもう俺落とすわはあ、これだっけ、これああちゃんぽん麺のね、はいはいはい、どうぞどうぞ、一食でいいの、2つ、あそう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 食べてどうぞまあ、じゃあちょっと試してみますわ、どうぞ、まあ、また年末あれ、あれさ、年始とか9日ぐらいも決まるよ、よかっただね、うん、まあ、いつでも呼んでくださいね、あ、いいよ、あの、岐阜レトロミュージアム行きたいんで、あの、覚えといてそうだね、うん、うん、とりあえず雪のない時だね、うん、いや、あ、そうだな、あと、あの、モッチザロック、令和の軽音だから見るように、これな、うん
本当にね、あの 来年のイベント行くかもしれない。おブルーレイ買うかもしれない。それぐらいハマった。いいね、そうやってハマれるものがあるっていうのはいいことだよ。まあ、確かに後ろ来てる、来てない。ああ、才能ライトか。ガルパンもおばなしも長いね、ガルパンも、ね、まあ、ガルパンもそうか、シータムさん出てるっていうのは。ではまた、はい、まあ良いお年になるかわからんけども、わからんけど、まあ一応良いお年を行くか、ね、まあ、ね、年始まで決まってますので、うん、まあ、年始までか、ね、1月か2月か3月かわかんないけど、おい、まあ、年明けから、年明けから本気出すんだな。これもうダメなやつや。お疲れ、あ、よー。